はいどうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。はい。あの、昨日の動画でね、私、靴ひもは、あの、僕らの水切りというフリーゲームでね、まあ、あの、ムキになりまして、あの、ムキムキになりましてね、うん。あの、要するにあの、男の意地を見せたわけなんですけれども、今日は、こちら。 僕らの紙飛行機、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。もう、今やね、スマホでね、タブレットでね、あの、紙飛行機が楽しめる時代になったって言うんですから、便利になったもんですね。うん。はい。あのー、今回もこれが、ガチの、 ガッチガチの初見プレイでございますので、あの、お手柔らかにお願いいたします。はい。あの、初心者なんでね。うん。では、あの、まずは、あの、このアプリ、アプリケーションの紹介文、あの、昨日のね、僕らの水切りのように音読させていただきます。はい。いきますよ。 紙飛行機を飛ばして、んあ,あ,あ、紙飛行機を飛ばして、飛距離を競う。紙飛行機遊びを iPhone アプリにしました。折り紙をきれいに折って、オリジナルの紙飛行機を作って飛ばした、あの懐かしい遊びを iPhone アプリで再現。友達の紙飛行機と、どっちが遠くまで飛んだかな周りの友達と、 競争をしてみてね。だそうです。いやー楽しみですねはい。遊び方。画面の左から右へできるだけ地面と平行に長くスワイプします。うん。できるだけ長くスワイプした方がいいです、うん。違う違う違う。読み間違えた。できるだけ早くスワイプした方がいいです。うん。ただし、早すぎると紙飛行機は飛んでくれません。昨日もありましたよね。なんか、シュッ とシュッとやったら、なんかこう、ねなんかスルーされてこう、石を投げてくれないっていのありましたね。エラーなんですかねうん。で、飛距離を楽しみに待つ。紙飛行機がよく飛ぶポイントを掴んで遊んでみてね。好記録が期待されるときには何かが起こる。何かが起こるんですね。 早速やってみましょうね。うん。これ初見プレイです。いきます。スタート。ほい。あ、なにお家の窓からやるのうーん。これ、あれですよ。良い子の皆さん。いや、悪い子も含めて、これ絶対、あの、現実世界で真似しちゃダメですよ。うん。ゲームの中だから窓から紙飛行機飛ばしていいですけど、現実世界ではダメ、ダメ、ダメじゃないや。真似しちゃダメです。うん。 真似しないでくださいね。いきますよ。左から右に、スワイプ。ほいっおおおおおお。おおおー。いいね。7メートル68センチ。いいっすね。もう、もう一回、リトライ。ほいっ おおぉ、6メートル28センチ。うーん。昨日とちょっとなんか、感覚が違いますね。昨日はなんかこう、石が、ね、水面をぴょん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 してましたけど、これこう、ふわっとしてスッと降りていくんで、ちょっとこう、どんぐらい飛距離が伸びるのかわかんないですね。うん、こういうふうになんか、滑空したりもしますしね。うーん。 10メートル超えました。うん。昨日はさ、あの、水切りでさ、こうな何段ジャンプするかの30回っていうのを目標にして、あの、ね、とんでもない目にあったじゃないですか。できなさすぎて。うん。まあ、よかったら昨日の動画見てきて、見てみてくださいね。だからこれはね、目標どうしようかなと思って、今んところ10メートルちょいが、うーん、マイベストでしたからね。うん。 リトライ。ほいっとお !11.83 メートル。いや、これもまたシュールなゲームだなよいしょうーん。コツがわかんねえなでもこれはさ、あのー、なんだっけ あの、地面と平行に長くスワイプしますっていうふうに遊び方に明記されているんですよ。昨日のはなんか、この角度とか、なんかいろいろ試してみてねっていう感じで、自分でちょっとね、試してみる必要があったんですけども、これはもう答えが書いてあるんで、それを実践するだけなんですよね。できるだけ長く早く地面に対して平行にスワイプ。ん 13メートルね。よいしょおー。20メートルにしよう。目標は。私、靴紐。20メートルを超えるまでこのゲームやめません。はい。お願いです。どうか最後まで見てください。あの、できなかったら、あの、 何十分でもやり続けます。うん。うわえええ何この軌道ええああれか、なんかさっき言ってた、高記録が期待されるときは何かが起こるってイの、今のがその演出ですかね。18メートル33センチ。うん、何も起きないってことはダメなのかな、これ。 あ、でも、あ、でもでもでも、え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 ー、え、うわあ目標が低すぎてサクッとクリアしちまった。21メートル65センチ。まあ、とにかく目標クリアってことで。めちゃくちゃシュールだな、このゲームも。いや、でも、すごいなんか楽しかったです。はい。僕らの、 紙飛行機だったっけなんか、そういうタイトルだったと思うんですけども、ぜひ、皆さんも、インストールして、遊んでみてください。シュールですけど、シュールですけど、あの、めっちゃ面白いんで、はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ん、では。